はい、皆さんこんにちは、太陽です。本日は石川県加賀市にありますおさむ食堂さんにやってまいりました。こちらは、過去に何度もお世話になったお店になります。本日は新しいメニューが出たので、そちらを頼みたいと思います。他にも、頼む予定なので、楽しみながら食べていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、というわけでこちら準備ができました。今回はこちら巨大唐揚げとザルラーメンとこちら通常の唐揚げです。こちらが通常の唐揚げ。それでは、
私は、これが、できるんですよ。
とりあえず唐揚げを全部食べて、ザグザグ。はい、というわけでここから早送りで実況をしていきたいと思います。今回はおさむ食堂さんにやってまいりました。今回頼んだものが、どでか唐揚げ定食2つとザルラーメンと通常の唐揚げ2つを頼みました。どでか唐揚げの唐揚げ1つあたりだいたい 300g 弱で、それが6個と、通常の唐揚げ2つあるので全部の唐揚げ合わせてだいたい2キロ弱になります。なのでかなり重々しい感じになりますね。それとまあご飯が2つと、おかずと、まあ、漬物いろいろと、まあ、ザルラーメン合わせて全部で総重量だいたい4キロ超えにはなります。正直ザルラーメンと、まあ、通常の唐揚げ頼まなくても、かなりボリューミーでかつ結構胃袋にずっしりくるので、まあ、完食は危うかったかもしれませんね。はい、というわけで完食目指して頑張りましたが、残念ながらお持ち帰りで終わりたいと思います。いやー、巨大唐揚げはめっちゃサクサクでジューシーで美味しかったんですけど、まあ、どうしても揚げ物なんで油を大量に、まあ、摂取するので、まあ胸焼けしてかなりきつくなり、まあ今回はかなりお腹もいっぱいになりました。この残ったやつは後でまあ美味しく食べればと思います。
はい、というわけでこちら残りの分を食べていきたいと思います。安心してます。そういえばこちらお酒とアイスボックス用意しました。というわけでごちそうさまでした。じゃあ何とか食べちゃいます。